大村直行は兵庫県西宮市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。育英高等学校在籍時に1993年の第75回全国高等学校野球選手権大会で優勝。その後、ドラフト会議で近鉄バファローズから3位指名を受けて入団。1995年は一番打者に定着して110試合に出場。 1998年は、シーズン通して安定した活躍を見せて、初の打率3割、到達、23盗塁を記録したほか、ベストナインゴールデングラブ賞を獲得した。妻は、西宮市立不活中学校時代の同級生で、看護師をしており、野球に興味がなかったために、大村のプロ入りを知らなかった。プロ4年目のオフに再開し、1998年に、結婚。 一難一助を設けて、家族仲は大変良く、ソフトバンク遺跡時は一家で福岡へ転居。2007年12月には、週刊ベースボールに食卓を囲む一家の写真が掲載された。2001年、打率271.16本塁が53打点の成績を残す。チームはタフィローズ。 中村のりひろらの活躍で12年ぶりのリーグ優勝を果たした。2002年は1盗塁に終わったが、打率271、11本塁だと好成績を残した。2003年は大石大二郎をはじめとする首脳陣の方針で盗塁を積極的に試みるようになり、5年ぶりの打率3割27盗塁と結果を残した。2004年も好調を維持し、 二年連続の打率3割と22盗塁を記録。選手会副会長としてチームをまとめ、プロ野球再編問題では、精力的に署名活動を行った。しかしそれもなわず、近鉄球団は消滅し、オフに FA 権を行使三年5億円の契約で福岡ソフトバンクホークスへ移籍。これにより、大村は近鉄球団から FA 移籍した最後の選手となった。 移籍 1>, 1年目の2005年は、前年を上回る133試合に出場した、ものの打率。270と、前年よりも、打率を下げ3年連続での打率3割はならなかった。2006年8月20日の対西武ライオンズ16回戦で、9回に、小野寺力から安打を放って、史上89人目の通算1500本安打を、達成した。 この年パリーグで唯一となる136試合すべてに出場するとともに165アンダを放って13年目で初の最多アンダを獲得4年連続で20トール以上を記録したシーズン終了後も日米野球パリーグオールスター東西対抗戦と出場した2007年4月30日の対オリックスバファローズ戦で1500試合出場を達成しかし 3月末に太ももを痛めたことや、8月の左肺筋痛による降格、本田雄一の対等などで一番打者としての出場が激減し、守備でも左翼を守ることが多くなった。出場113試合に止まったもののそれでも、終盤まで首位打者争いに名を連ね、自己最高の打率、319を記録し2度目のベスト9に選出された。また、 この年は死休の数を死休の数が上回るという1938年の周期リーグで小林茂太が出した新記録を69年ぶりに出している。2008年は開幕から足の故障で出遅れ、その後の回復も万全ではなく、指名打者や代打としての起用が多かった。試合終盤には戦況に関わらず、ダイソーや守備要員を送られることも多くなった。 打順も2番や9番まで流動的で6年ぶりに右翼手として出場することもあった。結局2年連続で打率3割は達成したものの79試合の出場に終わり、1998年から続けていた規定打席も逃すことになった。規定打席未到達及び出場100試合未満も11年ぶりである。10月31日に 村松友人との交換トレードでオリックスバファローズへ移籍所属選手で互いに FA 移籍時のフルス球団へのトレードとも報道されたがオリックスバファローズの球団誌においてはオリックスブルーウェーブが直径前進球団とされており大阪近鉄バファローズは冒径前進球団という扱いとなっているため大村に関しては正確には フルス球団へのトレードではないことになる2009年は、開幕戦のスターティングメンバーこそ外れたが、4月5月と3割を大幅に上回る打率を残すほどの好調で、対照的に不審だった坂口ともたかに代わって一番打者を務めた。しかし、6月以降は、月間打率が、軒並み2割半ばまで調子を落とし、復調した坂口に一番打者を明け渡す。 大村は3番や5番、6番など様々な打順起用が目立った。最終的には119試合に出場して2年ぶりに規定打席に到達し、リーグ12位の打率、291を記録した。守備では開幕当初は主に右翼手での出場だったが、5月中旬からは左翼手に専属して出場していた。オフの契約公開では、チーム内規定打席到達者2位の打率。 291という成績にもかかわらず5000万円減の7000万での公開となり、チームに日本人の1億円プレイヤーがいなくなった。2010年は新監督に岡田秋信が就任。前年3割近い打率を残したにもかかわらず、レギュラーを確約されなかった。開幕1軍を果たすもスタメン出場できず代打での2試合の出場に止まり5試合目にして降格すると、 入れ替わりの激しいチームの中で最小格することはなかった。10月2日に戦力外通告を受けた。その後開催された12球団合同トライアウトには2回とも参加せず、兵庫県内で自主トレーニングを行いながらた球団からのオファーを待ち続けたが、獲得を表明する球団は現れなかった。2011年以降は彼についての報道等が途絶えたことに加えて、 大村自身がインターネット等を通じての自己発信を行っていないことから同性と消息が一切不明の状態になった。この状況は長期間にわたって続いたが2012年9月10日付の日韓現代にてすでに現役続行を断念して日本を離れていたことと移住先のオーストラリアで永住を考えていることが報じられた。2015年には オーストラリアでの自主トレーニングの様子を紹介した岡島秀樹のブログにおいて大村の健在ぶりが写真付きで言及された。しかし2018年の年始をもって日本へ帰国していたことを神戸新聞の取材で明らかにしている。通るようを獲得したことはないが1998年から2年連続で一郎を抑えてのリーグ最多の内野安打を記録した。 瞬速が持ち味で、晩年には故障もあって一塁到達まで4.82秒と平均を大きく下回ったが、前世紀には一塁到達まで3.89秒を記録していた。規定打席に到達して支給数が2桁を数えたシーズンが過去に5度ある。2007年は10死を記録しているが、この年に大村が選んだ支給は9個で、支給数よりも支給数の方が多い。 このように、規定打席到達者で、支球数が支球数を上回った例は、2リーグ制導入後では大村が初だった。守備範囲は広く、打球に対する反応も非常に的確で、ゴールデングラブを3度受賞するなど中堅士としてはトップクラスの守備力を持つ。しかし晩年は度重なる故障の影響から、左翼手や右翼手で起用されることも増えた。 ソフトバンク入団後の週刊ベースボールでのインタビューによれば一番打者として心がけていることはその投手の一番良い球を狙うことであるというその投手の持つ一番良い球が試合の最初に打たれると投手はその球種を投げづらくなる近鉄時代に斉藤和美と対戦した時はカーブばっかり狙っていたとのことである そのことを伝え聞いた斎藤は自分は意識していなかったが、投手としてはそういう考えで打席に立たれると嫌だと、動詞上で答えている。ありがとうございます。